どうも皆さんこんにちは、直江哲夫チャンネルの直江です。僕は今京急線花月総持駅に来ております。本日はここ花月総持駅近くにある日本一の開かずの踏切といっても過言ではない花月園前踏切に行きまして、8時から9時の1時間の間で何本の列車、そして1時間のうち何分踏切が閉まっているのか検証を行っていきたいと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。本日の検証の舞台となります花月園前踏切というのは、花月総持駅を出てすぐ横にあるこちらの踏切です。花月園前踏切は京急線と JR 線の踏切となっています。京急線は線路が2本複線なのですが、驚くのは JR 側です。 JR 側は線路が10本、首都圏の主要路線でもある京浜東北線、東海道線、横須賀線、湘南新宿ラインのほか、東海道貨物線を走る JR 相鉄直通線のこれらの列車が一つの踏切を利用するということです。そのためこの踏切は開かずの踏切となってしまうわけです。またこの踏切は鶴見駅付近にありまして、踏切からは鶴見線の線路が見えます。踏切の柵の前には踏切をご利用の皆様へという張り紙がありまして、この付近の地元の住民の方などはこちら今画面上に映っております跨線橋を使って渡っているようです。そのためこの踏切を利用する方というのはあまりいらっしゃいませんでした。それでは踏切の紹介はここら辺にしといて、本題である1時間のうち何本の列車が通過するのか、そして何分踏切が閉まっているのか計測を行っていきたいと思います。
検証開始から1時間が経過し、午前9時となりました。今回の検証では1時間のうち通過列車は96本、そして踏切が閉まっている時間は56分ということになりました。これは非常に驚きました。1時間のうちなんと4分しか踏切が空いている時間がないんですね。通過列車も100本に迫る勢いということで、本当にこの花月園前踏切というのは日本一の開かずの踏切といってもいいかもしれません。通過する列車のバリエーションも多く、E231系や E233系、E235系のほか貨物列車なども見ることができますので、1時間の計測でもとても見応えがある踏切だと思いました。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。